開業から122年の阪海電車、沈殿の愛称で親しまれています。しかし利用者が減る中、堺市が2010年度から支援してきました。このチャチャっていう車両にですね、堺の魅力が本当にたくさん詰まっておりますんで、それがすごい堺の PR になって、およそ10年前に市民の寄付などで導入した車両チャチャ。古墳とお茶をイメージした車体カラーですが、10年経って塗装が剥げてきたため、お色直ししようと堺市がふるさと納税で寄付を募ることに。ファンには嬉しい特典付き、目標金額は100万円です。阪海電車さんの認知が高まったりであったりとか、私も応援しようというような方が一人でも多く生まれたらとても嬉しく思います。きれいにお色直しするのは車両だけではありません。西成ワンっていう団体があるんですけど、阪海電車と協力して新今宮駅前も塗っていただいた。今月中旬から西成区内の駅に学生や地元の子どもたちがアーティストと絵を描く予定です。わざわざアートを見に来ていただく人がきっといるんじゃないかと、違う駅にも行ってみようかということで足を伸ばしていただく。でまた住吉大社なり堺なりに行ってもらったら大変ありがたいなと。